くね。ほら、目が映らんときは大体せや。神殿も壊れ、まるで槍の柱ですね。ギラティナですが、どうやらいないようです。そうなの？どうかしましたか？なんだ、失礼、どうかしてるのは私ですね。いや、俺もどうかしてるから大丈夫だよ。私、ウォロの本当の目的、ほら来た、お話すべきですか？いや、話すべきだな。私はアルセウスの存在を確信した時から、どうすればアルセウスに会えるのか、それだけを考えておりました。ほう。アルセウスに挑もうとしたギラティナを探し出し、時空の裂け目を開けさせたのもその一つ。え？ギラティナを探し出し、壁画に残されていたように善なる神のかけらをあなたに集めさせたのもその一つ。神のかけらなるプレートは18枚、あなたが持っているのは17枚、ではあと1枚はここにある。本当だ、ありがとう。それなんや、ゴーストプレートか、もののけプレートやっけ。あ、なんとも言えねえ格好しやがって、おしゃれ。集めたプレートをよこしなさい、私が全てのプレートを揃えます。え、なんかお釜になったんですけど、私とか言い始めてる。決まってるな、やっぱ悪役やったんや。私はアルセウスに会いたいという好奇心を抑えることなどできない。髪の毛上に立ってますやん。アルセウスと会うことができ、さらには従えることができたならば、これ髪型アルセウスに寄せてんのかな。より良い世界を想像できるか試す。もっとも世界を改めて想像するなら、翡翠地方は一瞬にして無となる。あなたもあなたの知る人やポケモンも存在しなかったことになるでしょう。トラウマがあるにゃ。世界が消えるのを止めるなら私と戦え。もっともあなたにその気がなくてもプレートを奪うため挑みますがね。戦うんだ、やっぱりポケモン使いのウォロ。おめえだと思ってたよ。陰陽来た、やべえ、相性クソ悪い。BGM どうなってる、白なせんや。アイアンヘッド、よし、早技。さあ、催眠中。いいだろう。やっちまえ。あー、消しゴム。ここで決めなきゃ男じゃねえ。さあ調子上がれ、ルカリオ。バレパン、やべえ、詰まれてる。やべえ、俺多分相性いい技ない。すいません、もう最低。倒せやんよな、一発で。いや、倒せるか。いけ、リーサル。
いやもうここで決めれるやろ、力技フレアドライブで。無理か。でも一発耐える可能性もあるしな。いや決めろ、フレアドライブ。よし、まあ力技にする必要もなかったかもしれん。いけー、うわー特殊だ。これ行動されるよな。パクさんいけるか。よし、パクさんから。リーフブレードから行くか。パクさんリーフブレードだ。ステルスロックって手もあるが、拡散ぐらい。ちょ待って、なんで交換したターンに攻撃を。え、ひょっとして入れ替えてリスクない？電磁波だ。よし、よし、いいぞ。トラノモン10万ボルト。あ、ロズレイドだったら氷の牙消しちゃったよな。トトロ頼む。あ、厳しい。ゲッ、ここ一発耐えればでかい。ヘドロ爆弾。いや2回行動できるはず。2発や。いけ、トトロ。あれ、アゴーラ。エスマ。よし、外すリスク考えればもうここステルスロックやんな。ステルスロックで落ちるよな。80、剥がねえの。これ一応力技にしといていいよな。シュッ、ワンデー早技。いやー特殊や、アゴーラー。あ、え、アゴーラー。これパクさんから始まるよね、さすがに。パクさん、ぶちかませ。虎ノ門
決めちまえ、チャルスケ。よし、勝った。よくやったぞ。なぜ、なぜあなたごときがアルセウスの加護を得ているのだ。なぜだ、なぜなのだ。世界を作った存在として大いなる好奇心の対象として神話を調べ上げ、これまで、これほどまでとにアルセウスに心酔してるというのに、よそ者め、時空の裂け目から落ちてきたのはこの時のためか。あ、いいえ、ま、え、嘘、まだ終わりではありません。感じませんか、神丹を寒から占める異様な気配を。え、わかんない。ビシャーン。何？え、ギラティナが出てくんのか。あ、ごめん、言っちゃった。あ、そんな感じ。だからゴーストプレートでギラティナはいません言うてたんや。え、色違い。翡翠の姿なんか。あれ、黒色じゃなかったっけ。もうトラウマしかい。ちょ、待て待て待て、聞いてない聞いてない。はい、え、あー、かけら2つしかねー。一生マヒラする。あれ、ゴーストドラゴンやんなこいつって。鋼っぽくも見えるけど、ゴーストドラゴン。やべ、カペラさんね。え、待て、タイプ確認しよう。あ、ゴーストドラゴンだ。トトロ3回攻撃できる。トトロ、シャドーボールだ。お前回復の薬使うなよ。使えねえよ。終わりだ。あ、な、ん、え、なんか気持ち悪い。は、え、は、それ卑怯ちゃう？え？ちょ、待てや！聞いてねえんだけど、おかしくね？え、どういうことこれ？あいつが餓死するまであそこで待たしといたらあかん？